入速通信、本日は明治大学政治経済学部の飯田康之がお届けします。さて、えー、本日のお話はですね、えーまあ、岸田内閣が高騰する電力価格、そして夏の電力危機器への切り札としてね、ポイント制度の導入を進めるというね、 え、ありがたいお話に対してのコメントなんですけれども。ま、正直ですね、え、この夏、なぜ電力危機なんですかと。そんなの、話は決まっていて、原発再稼働をここまでぐじ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 遅らせてきたからでしょうと。春の段階で、え、電力危機になるであろうことは、かなりの外然性を持って予想できたはずだと。で、なんだったら、コロナからの急回復で国際原油価格が上がっていた時点で、 日本のエネルギー政策を考え直さなければいけなかった。なのにその時何やってたかって言ったら、えー、何、環境に優しいエネルギーとか再生可能エネルギーがどうの。まあ、再生可能エネルギー最近はコストも随分下がっているみたいなので、中長期的にその割合を上げていく。え、これはあの、CO2 の排出うんぬんとは別としても、エネルギー自給率を高めていくという意味では、 まあ、ある程度合理性はあったんだと思うんですけれども、それって、今年電力が足りないっていう話をするために持ってくる札じゃないんですよ。10年後の話をしている。今年の電力不足というのを、まあ、去年の段階で対応することを何もしてこなかったんですね。そしてさらには、もう、原発であの再稼働しても、その日からあのスイッチオンみたいに動くものでは当たり前ですが、ないです。 するとこの冬の電力不足に対応するためには今原発の再稼働を急がなきゃいけないはずなんですよ。にもかかわらずなぜこういった意思決定を行われずなんかポイント制みたいなものになっているのか。これはですね随所でお話し,してきましたけれども岸田内閣はある時支持率ハックという方法に気づいてしまった。 どういうことかというと、小泉内閣以来ですね、何か日本の政治では断固とした意思決定を下すこと、新しい政策というのを、もちろん賛否はあれど、提案していくこと、こそが支持率を高めるんだというふうに、みんな思ってて、みんなその通りやってきたんですね。例えば、まあ、典型的なのは小泉内閣しかり、そして全く方向性賛同しませんけれども、新しい公共をスローガンにした、 鳩山内閣だって、えー、多分まあ、本人的にはなんかいいことをしようと思ってたんじゃないかとお思ったりもするわけなんですで、そして安倍内閣菅内閣と、えー、断固たる意思を持って、えー、政策を実行するっていうことがまあ、支持をつなぎとめる方法だって思ってたんですが岸田内閣になってあれ 特にまあえー、菅内閣非常にいろんな政策を通したにもかかわらず支持率どんどん落ちてきましたよねそういった中でふとおそらく岸田さんそしてその側近たち周りもそして自民党も気づいてしまった特に具体策を出さないでなんとなくいい人っぽく振る舞っているだけの方が支持率って上がるんじゃねとで、えー、その通り岸田内閣 実効性があるとか、まあ要は反対が出そうな政策については、本当に控えめ。あ、ちなみにね、なぜか経済安全保障だけは自分が政調会長時代の肝入り政策だったこともあって、だいぶあの、その点では評価できるんですけれども、経済政策についてとか、え、については、あまりその、幼いんですよね。話を電力に戻すとですね、 この電力不足に対してこのポイント制度で対応するというのは非常に愚かな方法ですこのポイント制って節電に何の効果もない可能性がある例えばこのポイントめっちゃお得なように仕組んだとしてこういう生活したらどうなりますか夏の間別荘またはリゾート地で暮らしたので家では電気を使いませんでしたポイントが または、去年、めちゃくちゃ電気使ってました。今年、普通に戻しました。お金入ってくる。逆に、去年も一昨年も頑張って節電してきた家。これは、まさにダイエット済みの体みたいなもんで、これ以上肉そげないんですよ。これ以上体脂肪率落とせないんですよ。そういう人はポイントもらえない。こう考えるとですね、まず、まあ、効果の面で重大な疑問があり。これが一つ。 そして、公正性という意味で、えー、全く公正さを欠いている制度。これがなぜか導入されてきた。これ、えー、非常にですね、えー、怖いことに、みんな何かその、えー、批判するような、ワイドショーが騒ぐような、または業界団体の中で反対が出るような、だから反対が出た、 だからダメかどうかっていうのはそこから議論をすればいいんですがとにかく批判が起きない政策をとってきたそしてそれを国民が支持してきたことによって直近の電力というのは大きな危機に瀕している。で実際この夏、まあ、停電であったりブラックアウトの懸念危険性というのは多くの専門家の方が指摘しています。たただですね私自身はもしかしから 日本って乗り切るんじゃないかなって思ってるのはこれはあのコロナ対策がそうなんですけれども実効性があるコロナ対策法律によって制度によっては何も行わずみんなで頑張ろうって言って我々国民が普段の努力をしたせいでコロナなんとかなっちゃったんですよね日本ネットでも話題になっているまあ話がありますけれどもコロナ対策の初期世界各国はこんなに いろんなことをやっていて、コロナを抑え込んでます。しかるに日本はって言ったんですけれども、トータルで見て、その素晴らしい対策をしたと、当時のお、まあ、与党を批判する人たちが言っていた、モデル国だって言ってた国より、日本の方が全然抑えてますからね。それはじゃあ政府が良かったとは私は全く思いません。単純に国民がすごかったんです。で、えー、今回も何かですね、 えー、いいことか悪いことか、どっちって言っていいのかわからないんですけれども、国民とかあと企業部門の普段の努力で何とか乗り切ってしまうかもしれない。そうすると、ますます政権の方はあ、じゃあ何もしなくていい。じゃあこれ冬にももう一回我慢してくださいっていう話で乗り切ろうとする。それをどうやって許さないという世論の流れを作っていくのか、これ極めて重要です。 でえー、そうしないとですねこの電力の安定供給っってて非常に重要ななポイントをここからなってくるんですよ例えばですね今年、まあ、企業部門の設備投資の伸び率がもう統計開始以来最大の伸びと言っていいほど伸びている、まあ、去年落ち込んだからっていうのもあるんですが絶対水準で見ても、えーまあ、景気が良い時の投資水準です。 なぜ企業が投資を復活させ始めたかって言ったら、まあこれはまあ一つは円安だからっていうのももちろんあるんですが、そしてもう一つは経済安全保障の問題に関わって、世界的なサプライチェーンをもう一度日本国内とか、少なくとも日本の強固な同盟国、まあ、少なくとも中国の味方にはならないであろう国っていうのを中心に組み替えていかなきゃならない。だから投資を増やさないといけない。 っていう流れの中で、どのぐらい日本国内にその製造拠点というのが、えー、まあ、回帰してくるのか、戻ってくるのか,ふっか、またこれから育っていくのかっていうのは、電力価格にかかっています。今、やはり、まあ、工場を、U ターン型、つまり一度出ていった工場が戻ってきて創業をするっていうのの、厚いエリアは九州です。一方でもっと戻ってきてほしいのになかなか苦戦しているのが東北です。この差、どこから来るか。電力価格なんですよね。 やはり、まあ、国内でいうと、九州、宮殿管内が比較的電力価格安いです。大規模な工場を創業するときに、電力ってもう欠かすことができない。で、それの安定供給が、ね、確かに超人的な努力によって、夏も、そして、これも最悪だと思いますけど、この冬も、国民の努力で乗り切ったとして、さて企業部門はどう考えますかこんなギリギリの努力をして、 やっと持ったような電力事情でうち新しい工場を建てられないよと。それだったら日本国内はやっぱりやめとこうと。サプライチェーン組み替えるにしても日本以外の国をっていうふうに考えていくことになる。電力はですね、現代の生活であり産業、経済すべての鍵になっている。岸田内閣は確実に長期政権になるわけです。 としたならばこの長期政権においてまずは外交安全保障の問題経済安保の問題この日本国内の景気経済の悪化の問題そしてその経済を再び活性化していくための電力の問題こういった長期的な課題っていうのに取り組むのが私は長期政権というものの責任なんじゃないかと思うわけです。 えー、入足通信ね、えー、電力の話をするつもりが、なんとなく岸田政権の話になってしまいましたが、えーね、電力については、あぜひね、えー、別の動画をね、えー、見ていただければと思ったりする次第です。入足通信飯田康幸がお届けしましまた